日本相撲協会は18日、元関脇、寺尾の錣山親方、本名、福園義文イコール福園義文、が17日午後8時27分に、うっ血性心不全のため東京都内の病院で死去したと発表した。60歳だった、通夜は22日午後6時から、葬儀、告別式は23日午前10時から、東京都江東区の錣山部屋で営まれる。 1963年、ら38、2月2日、東京と生まれ。闘志溢れる取り口でファンも多かった志呂山親方は、諸刺しの名人、と言われた元関脇、鶴ケ峰の三男として生まれ、先に井筒部屋に入門した長男、隠れ山、厳重良、次男、坂鉾、元関脇、元井筒親方、と、井筒三兄弟、として話題を集めた。 甘いマスクと突っ張りを武器に活躍。幕内在位は93場所。細見ながら球場は少なく、幕内連続出場は歴代4位の1063回など、土俵の鉄人の異名も持った。幕下陥落が濃厚となった2002年秋場所中に引退し、年寄り、四頃山、お襲名詞井筒部屋の部屋付きとして行進の指導を行っていたが、4年に独立し、シコロヤ山部屋を構えた。 小結、法魔将、現立田川親方、昨年九州場所で優勝した阿弥を育てた。最近は不整脈で入退院を繰り返し、11月の九州場所は全休していた。